アンドラーシュ一世は、ハンガリー王。エンドレ一世とも言う。アールバード家の一門。15年間の亡命生活後、異教徒のハンガリー人らが起こした大規模反乱の最中に大いについた。しかし、彼は王国のキリスト教家を強力に進め、神聖ローマ帝国に対するハンガリー王国の独立性を保つのに努めた。自身の着手。 シャロモンを後継にしようとしたことが、実の弟ベーラが武力を持って老いから老いを奪うべく反乱を起こすきっかけとなった。アンドラーシュは、初代ハンガリー王イシュトバーン一世の重帝にあたる、バズル公の次男として生まれた。母親はおそらく、異教の装束を未だ身につけていたバズルの、側室であったとされる。1031年9月2日、イシュトバーン一世の一人息子イムレが、 イノシシ狩りの事故で死んだ。王は、キリスト教家が、半ばしか進んでいないハンガリーを、異教の国へ戻すつもりはなく、自身の政策を継承する者が、大いにつくことを望んでいた。彼は、妹の息子で、ベネツィア共和国元首の子である、オルセオローペーテルを後継をすることを格索した。しかし、バズル公は、異教の装束であることや、 王の殺害を目論む陰謀に加担したのではないかと疑われた暗殺事件は失敗しバズルは捕らえられて両目をくり抜かれ両耳に熱して溶けた鉛を注ぎ込まれて殺害された彼の3人の息子たちは国外へ逃亡したハンガリーの士族社会では調子相続性が採用されておらず男系の年長者から後継を選ぶやり方が好まれていた これは、在位している王にとって、アールパード家の分子の断経が危険な存在である、ことを意味した。アンドラーシュの属した分子は、本流である、イシュトバーン一世とは対立する間柄であったので、ある。半世紀ほど前は、一族間の対立関係は、キリスト教に改修したものと異教のままのものとの、対立でもあった。本流は1 3 8年のイシュトバーン一世の死で、 途絶え、当時依存命であったその他の男系の者たちが候補に挙げられることになった。11世紀のハンガリー士族社会は、未だ男系による排他的な相続性を信じていたのである。父バズルの悲劇的な死の後、兄弟たちは国を離れざるを得なかった。はじめは、ボヘミアへ逃げ、続いて、ポーランドへ逃げた際にはベーラが、ポーランド王家であるピアスト家の王女と結婚した。 アンドラーシュとレベンテは、王家と縁続きになったベーラーによって、自分たちが見劣りすると感じ、さらにキエフへ移住した。そこでアンドラーシュは、キエフ大公やロスラフ一世と、スウェーデン王女インゲゲルドの娘アナスタシアと、結婚した。同じ頃、ハンガリーでは、オルセオロペーテルが、イシュトバーン一世の義弟やバシャームエルによって1041年に王座を追われていた。 しかし、ペーテルは神聖ローマ皇帝ハインリヒ三世の軍事的援助を受けて王座を取り戻そうとしていた。支援と引き換えに、ペーテルはハンガリー王国の主権を皇帝に渡す、すなわち神聖ローマ帝国への従属を表明した。ペーテルは王国支配を強めることができなかった。彼はイシュトバーン一世の王妃、ギーゼラをハンガリーから追い出したことで、 聖職者らの支持を失ったのである。シャグレド・ゲラルド司教を率いるハンガリーのハントラは、アンドラーシュら兄弟たちを呼び戻すことに決めて、手紙を送った。アンドラーシュとレベンテがハンガリーに到着したその時、異教徒のハンガリー人らを中心とした、大規模反乱が勃発した。二人の兄弟は、アバウジバールで反乱側と同盟した。 オルセオロペーテルは神聖ローマ帝国へ逃亡しようと、舌が捕らえられ、アンドラーシュらの追従者らに両目を潰された。アンドラーシュの埋葬場所である、ティハニ修道院ハンガリーの年代記はこう記述している。オルセオロペーテルの没落に伴い、異教徒でいることに決めたニー・レベンテット合意の上で、アンドラーシュがハンガリーを統治することになった。兄の死後。 アンドラーシュは1047年に退官しただけだった。それにもかかわらず、彼は、キリスト教家政策を続けた。退官式後、彼は、イシュトバーン一世の法令を、一層強固にし、外国人聖職者をハンガリーに招返した。なぜなら、異教徒の反乱側が、キリスト教聖職者たちを何人か殺害したからである。神聖ローマ帝国との関係は緊張したままだった。 皇帝が、オルセオロペーテルの同盟者であっただけでなく、帝国の進化であったからである。アンドラーシュは、帝国の宮廷へ大使を派遣し、皇帝への侵入を表明した。ところが、ハインリヒ三世は和平を拒絶した。そのためにアンドラーシュは、間近となった、戦争の準備を始めた。彼はポーランドで、 軍事指導者として、巧妙を挙げていた実帝ベーラーを宮廷へ呼び寄せ、ハンガリー王国の1、3の支配権を彼に委任した。1051年、ハインリヒ3世は、対ハンガリー遠征に乗り出したが、皇帝軍は、全軍が、偽の手紙により退却を誘発させられ、ベールテシュの丘で打ちまかされた。1051年の終わり、 修道士クリュニーの優が二人の君主の間の朝廷に入ったが皇帝は和平を拒んだ。翌1052年皇帝は艦隊を率いてポゾニエ進軍したが彼の艦船はアンドラーシュ軍により沈められた。この時ローマ教皇レオ9世が和平を朝廷しようとしたがまたもハインリヒ3世はアンドラーシュの申し出を受け入れなかった。皇帝軍が撤退した時 1053年に、アンドラーシュは、反皇帝派勢力である、バイエルンコー・コンラート2世と同盟を結んだ。1055年、アンドラーシュは、バラトン湖畔に、ベネディクト会派のティハニ修道院を創設した。彼は当時にいた、聖教会修道所のための修道院も建てた。1057年、アンドラーシュ1世は、当時5歳の着子、シャラモン王として退官させ、 後継とするのを確実にしようとしていた。しかし、シャラモンの体幹は、ベイラ公を激怒させた。彼は、アンドラーシュの後継として、かつて任命されており、立腹したベイラは宮廷を去り領地を放置した。1058年9月、アンドラーシュは新皇帝ハインリヒ4世とマルヒフェルトで、私的に会合し、和平を確定させた。 和平の証として、幼いシャラモンとハインリヒ4世の妹、ユディとの婚約が決められた。皇帝との和平が締結したすぐ後、アンドラーシュは、ベーラ公にシャロモンの王い継承を受け入れる、よう説得しようとした。しかしベーラは兄に対抗する兵を集めるため、ポーランドへ立った。アンドラーシュは、弟が反乱を計画していることを耳にし、 自分の家族をオーストリアへ送って戦いに備えようとした。その最中にアンドラーシュは病となって歩行もおぼつかなくなってしまった。そのすぐ後、ベーラはポーランド軍を指揮してハンガリーへ戻り、王に対して決定的な勝利を収めた。敗北したアンドラーシュはオーストリアへ逃れようとしたが、セベン峠に来たところで馬上で倒れ、ベーラの敗下に捕らえられた。 アンドラーシュはジュルクへ連行され、そこで死んだ。死後、ティハニ修道院に埋葬された。1039年頃に、キエフ大公ヤロスラフ一世の娘アナスタシアと結婚し、以下の子女を設けた。アンドラーシュの着地シャラモンは、正式に自身で王として即位することはなかった。アンドラーシュの実定、ベーラの息子が、シャラモンでもなく、 男系子孫を残していたダービドでもなく、次第に優勢となっていったからである。しかし、アンドラーシュの子孫は、ハンガリー王家の中ではなく、ポーランドのピアスト家に血を残した。ありがとうございます。